魔法戦士マジマジャクマジ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 カル。魔女化ステージスタート。4人を守るためにやってきたレインボーの魔法戦士、虹色ユリア。マジマジョマジカル。魔女化ステージスタート。星名しおり。スターアメジストしおり。マジマジョマジカル。マジカステージスタート。成績優秀で物静かなフローズンの魔法戦士、白雪凛。運動神経抜群なフラワーの魔法戦士、花森美月。
さて、去年の4月から始まったテレビドラマ魔法戦士マジマジピュアーズが先々週の日曜日に最終回を迎えたよね。ではみんなの今の気持ちを聞かせてくれますか。番組が終わってしまって少し寂しい気持ちもあるんですけど、皆さんに楽しんで見てもらえたので嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。あの最終回を私も見て感動したんですが、最後はみんなすごい笑顔でハッピーエンドで終わることができてとても良かったです。最終回を見てそれぞれの夢が全員叶えることができたし、一度は諦めかけたみんなで一緒にということもそれぞれの強い思いで実現することができたので嬉しかったし、とても感動しました。最終回が終わって寂しい気持ちもあるんですけど、最後はみんなで一緒に愛についても踊れたし、こうしてイベントで皆さんにお会いすることができてとても嬉しいです。まじまじピアーズをこんなにたくさんのみんなが見てくれたと思うととても嬉しいです。そして今日もたくさんみんなが来てくれてとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、なぜなぜ泣くのカラスの勝手でしょうか。え、何この変な歌声。私はカラス女子か。カラフルでおしゃれなお友達が大嫌いなひねくれカラスか。まじまじピュアーズも会場のお友達もみんなおしゃれさんだから大嫌いか。見て、私なんか黒一色か。なんだかかわいそうですね。ちょっと同情してる場合じゃないよ。倒さないとみんなが危険。行くよ、マジマジマジカル。カー。え、魔法が効かない。黒は魔法を吸収するんだか。あれ、吸収するのは太陽の熱だっけ。まあいっか。会場のお友達もみんな真っ黒にしちゃおうか。私たちに任せて。え、誰？秘密のショータイム。守りたい大切な人を。秘密のショータイム。
戦士桜井心美。魔法戦士マジマジョピュアーズに続く新しいガールズ戦士なんです。それでは簡単に自己紹介をお願いします。まずは四つ葉ちゃん。はい、守りたい大切な人、クールで家族思いな秘密戦士ファントミクローバー、しずき四つ葉です。完全に始まってる。ネットやエンタメ情報などいろんな流行りに敏感な秘密戦士ファントミスペード、あすみさきです。私のハートファンファンしてる、明るく元気な秘密戦士ファントミハート桜井ここみです。とってもキュートでおしゃれな3人だね。ファントミラージュのみんな、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あーねえねえ、今をときめくマジマジョピュアーズとニューヒロインのファントミラージュが今同じ場所に立ってるんだよね。もう二度とこんなシーンはないかと思うから、今日このイベントに来てくれたお友達とってもハッピーだね。あ、そういえばマジマジョピュアーズからファントミラージュの3人にお願いがあるんだよね、しおりちゃん。はい、ファントミラージュのみんな、私たちのピュアラを受け取ってくれますか？はい、もちろんです。私たちのピュアラを受け取ってこれから頑張ってください。はい、頑張ります。マジマジョピュアーズからファントミラージュにバトンが受け継がれました。
残念ですが、ここでまじまじょピュアーズとはお別れの時間となってしまいました。最後に一人ずつメッセージをもらおうと思います。まじまじょピュアーズは終わってしまうので少し寂しいですが、次はファントミラージュが始まるので私もすごく楽しみにしています。ぜひ皆さんもファントミラージュ見てください。ありがとうございました。今日みんなとこうして一緒に歌と踊ることができてとっても楽しかったです。これからファントミラージュがあるんですけど、私たちすごく楽しみにしていて、あのエンディング曲のじゃんけんぽんが私はすごくお気に入りなので、まだ聴いてない方はぜひ聴いてください。今日は本当にありがとうございました。この1年間たくさんの人のキラキラした夢を見ることができて本当に幸せでした。これからもみんな夢に向かって頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。私たちは本当に皆さんに出会うことができてとても良かったです。これからはファントミラージュがみんなのことを守ってくれるので安心してください。私たちもファントミラージュのみんなのことをとても楽しみにしているので皆さんもぜひ見てください。今日は本当にありがとうございました。皆さん1年間ありがとうございました。皆さんと過ごす毎回のイベント本当に楽しくてどれも最高の思い出です。次はファントミラージュのみんなが頑張ってくれるので皆さん応援してあげてください。今日はありがとうございました。1年間応援してきたまじまじょピュアーズと今度はファントミラージュを応援していきましょうね。この1年みんなに夢や希望を与えてくれた魔法戦士まじまじょピュアーズの5人に今一度大きな拍手を。ありがとうございました。ここからは秘密戦士ファントミラージュについていろいろ聞いていこうかな。秘密戦士ファントミラージュはテレビ東京系にて毎週日曜朝9時からの放送になります。みんな楽しみに待っていてくださいね。そういえばここみちゃん、映像の中にとっても可愛いクマちゃんがいたよね。はい、人間の世界にファントミラージュになれる女の子を探しに来たクマチーです。実は今日会場に応援に来てくれてるんです。本当？せっかくだからファントミラージュの3人に呼んでもらおうかな。はい、せーの、くまちー。かわいい、かわいい、かわいい。くまちーだっち。かわいい。何して遊ぶっち？何して遊ぶ、かわいいね。クマチーはクマの妖精でシルクハットがチャームポイントなんだよね。クマチーもよろしくね。クマチーっちー。さて、秘密戦士ファントミラージュはガールズ戦士シリーズの第3弾なんだけど、ストーリーや見どころを教えてくれる？私たちが正義の怪盗秘密戦士ファントミラージュに変身して悪の軍団逆逆警察と戦います。そして一つ一つが秘密のお役立ち機能を秘める秘密キーで問題を解決し、このファントミトリックでイケナイヤーを元のイケてる人に戻します。攻撃する時のダンスがとってもかっこよくてお気に入りなので、少し難しいかもしれませんが真似してほしいです。ファントミラージュのことは絶対秘密だっち。正体がバレたら大変なことになるらしいよ。そしてさっき3人が使っていたアイテムについても教えてくれる？はい、これはファントミリスティといって、ファントミリングをかざしてシャッフルプレートを回すと変身することができます。また秘密キーをセットすると秘密の機能が使えるようになります。秘密キーで戦うっち。なるほどね、ファントミリスティが重要な鍵になるんだね。他には？はい、これはファントミトリックといって、ファントミリングをかざしてシャッフルプレートを回すと超大モードになっていけない心を超大することができる正義の決め技アイテムです。ファントミトリックは2段階に変形するんだね。他にも秘密戦士の証、ファントミペンダントや秘密キーをしまっておけるファントミトランクなどもあります。君も一緒にファントミラージュになるっち。おお、ファントミラージュが使うアイテムとでもおしゃれでファンタジーだね。みんなもファントミラージュになれる素敵なアイテムがたくさんあるから、ぜひチェックしてね。さて、そして3人はアーティ
ストとしても活躍していくんだよね。ココミちゃん、グループ名を教えてくれる？はい、ミラージュミラージュです。私たちのデビューシングル、じゃんけんファンが6月5日に発売になります。みんな聞いてね。残念ですが、ここでファンとミラージュのみんなともお別れの時間となってしまいました。最後に一人ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは四つ葉ちゃんから。はい、こんなにたくさん来てくれて、一緒に歌ってくれて本当に嬉しかったです。これからもっともっと楽しめるように頑張るので、皆さんもこれから応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。次はさきちゃん、お願いします。さっきのじゃんけんぽんのダンスパフォーマンスの時にみんな立って一緒に踊ってくれてありがとう。明日から始まる秘密戦士ファントミラージュは本当に面白くて可愛い部分がたくさんあるので、ぜひ見てね。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にココミちゃん、お願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。明日からのファントミラージュもみんな絶対に見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ファントミラージュのみんな、それでは最後にもう一度あの決めポーズでお別れしましょうか。せーの、秘密戦士ファントミラージュ、いけない心頂戴します。拍手。ありがとうございました。3人の今後の活躍にぜひご期待ください。秘密戦士ファントミラージュの3人にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回会いましょうね。お開き。